ははは、よく来たな、弁護士くんたち。あれ、右上にあるやつってさ、なんだっけ、あいつ、冤罪くん？え、捏造くんか。捏造くんだろ、あれ。さっきは、後期を、おろすのを手伝ってくれてありがとうございました。任せてくれたまえ。困っている者を助けることこそ我が正義、ジャスティス。それはそうと、この美術室が殺害現場なんですよね。それは間違いないんですよね。うむ、見ただけではわからないが、床には確かに血があった。部屋の中央の紐で丸く囲まれた部分がそうだ。もう警察の捜査は終わってるから、好きに調べてくれたまえ。調べましょう、そしたら。お、この絵あったよね、写真に。倒れてるけど。鼻の帽子をかぶった女の子の絵ですよね。作、厚い千代。千代ちゃんの作品ですよ。あ、そうなんだ。これは森泉さんじゃないかな。服装が違うけど。あれ、裏に紙が挟まってます。どれどれ？道場先生のような芸術的な絵には程遠し。一層の鍛錬を要す。熱い。ストイックだな、なかなかに。これでも十分上手だと思うけどな。もし道場先生が森泉さんを描いたらどうなるのか見てみたいよね。もうかなりリアルに描くのかな。はい、きっとよっぽど芸術的なんでしょうね。ちょ、待って、これもさ、これもなんか森泉さんか。なんか、あの、帽子の感じが似てるけど。花の帽子をかぶった女の子の絵ですね。作、道場正恵。はぁ、ちょっとまたタイプが違うと言いますか。ま、芸術的ではあるけど、なんだろうな、なんかこうちょっといろいろこう、これも芸術なのかな。俺にはさっぱりわからないや。なんかどこかで見たことある気がするんですよね、この子。こうちょっと器用な感じで何かにつけて不憫な目に遭う。ああ、そうだね。そんな気が、そんなオーラが漂ってるよね、この絵からは。誰だろう、喉まで出かかってるんだけどな。森泉さんですよ。まあ、ちょっと関係なさそうなやつから調べてみるか。お、赤鬼のモビールですよ。え、赤鬼のモビール、これ、捏造くんじゃないの？赤鬼？俺は筆に巻きついた蛇だと思うけど。いや、どう見てもテントウムシだろ。黒い触覚に背の黄色い模様。結論が出ないね。では、この件は後日再調査ということでいいだろうか。わかりました。そうしましょう。木月さんもそれでいいね。ああ、そうだな。まあ、どうでもいいけど。変な方向で意見がまとまっちゃった。まあ、ここに血痕があったわけですね。この紐で囲まれた部分、この範囲から血液反応が出た。つまり被害者はこの辺りで刺されたということになる。血がないってことは何かで拭き取ったわけですよね。おー、なるほど。血液反応の感度はとても高い。ちょっとやそっと洗っても悪の痕跡を消し去ることはできないのだ。じゃあ拭き取ったんだ。これすなわちジャスティスってわけですね。そこは自分に言わせてくれたわ。想像がつくんだよ。パレットが置いてありますよ。いかにも美術室ですよ。黄色と赤が混ざって大々色になってるね。私は黄色が好きです。一方先輩は真っ赤です。真っ赤って。これは二人手をと取り合って事件を解決しろという。亡き道場先生からのメッセージなのでは。すぐ横では赤と緑が混ざってるみたいなんだけど。先輩はもっと緑の野菜を食べなさいというメッセージですね。なんとでも言えるね。道場先生は俺の健康にまで気を回してくれるわけ。なんて素晴らしい。未来を見据えた。あれ？そういえば、備品のカメラに映ってた変な像がなくなって、これやっぱりさ、あの、なんだっけ、さっきのあれなんじゃないの？あ、そういえば確かにどうも、この部屋にはないようです。
美術部員の父親ちゃんなら何か知ってるかな。なんかさっきの、あの像なんじゃないの。これだ。あ、でも全然違うな。さっきのさ。同じ像ではあるけど、形が違いすぎる。あ、ここに並んでたのかな。弁護士、検事、裁判官、被告人をイメージした胸像だそうですよ。ヒゲの生えてるのが裁判官、うなだれてるのが被告人かな。一つ棚の下に落っこちちゃってるみたいだね。残る弁護士と検事のうち落ちているのはどちらか。明日の裁判の行方を占う上でこれは重要な問題ですよ先輩。もっと重要な問題がこの部屋には山のようにあると思うよ。でも落ちてる。なんかこれ何。ちなみにそれ模擬裁判の台本じゃ、あ、台本の方調べたか。どうやら裁判官クラスのみんなの台本があるようですね。被害者の道場先生は美術部の顧問、美術室にいる時間も長かったようだ。本来ここは台本を置くべき場所ではないだろうが、まあ混ぜ混ぜになったわけだな。その気持ちよくわかりますよ道場先生。木月さんは机の上を散らかすのが得意だもんね。先輩だって人のことは言えないでしょ。これだけじゃなくて、なるほどさんもなんだよな。この事務所にいる限り、綺麗好きにはなれない運命か。みんな同じなんだね、そこは。ここにあったわけだ、台本が。あ、台本。落ちてるね。床に落ちた模擬裁判の台本と、そばには、これがちょっと気になってたんだよな。サイと書かれた封筒。やっぱり湯浅さんの台本がこの、対応の封筒に入ってたのかな。いやー、でもなんかすごい恐ろしい台本なんでしょ噂さんのやつは。著者噂集め、タイトルはルージュ・エノワール、鮮血と暗黒のジャッジメント。頼まれても参加したくないね、その模擬裁判には。そうだね、まともな終わり方しないだろうね。特別ルールとして休廷中に賄賂を渡すことができるようです。暗黒だなぁ。他にも300円分までなら捏造証拠の持ち込みかとあります。手段を問わず勝利をつかめ。今闇の模擬裁判が開廷する。ねじ曲がっちゃったな。検察側はこんな台本が採用されたと言っているわけだけど、でも台本の先行したのは真実を重んじる道場先生なんですよ。鮮血と暗黒のジャッジメントが選ばれるなんて思いません。よく覚えたね、そのタイトル。でも覚えやすいね、確かに頭には残るけど。本当にそうなのかな。この像、とりあえずてっぺんが展示バッジ風なのはわかるんですが、よく見ると違うけどね。これはまた難解な芸術作品だな。タイトルが書いてありますよ。あいつ有罪。思った以上にそのままです。芸術ね。ここで指さしてるんでしょこれ。わかりますか、このここであいつ有罪って言ってるでしょ。そんなのあってたまるか。そんな軽はずみな有罪。指さしてる。陶芸作品だった。乾かしてるみたい。きっと千代ちゃんのですよ。せっかく出来上がってもどうせすぐ割られるんだろうな。あの人なんで割るんだろうね。心がこもってないみたいな、そんなこと言ってさ、もったいないですよね。せっかくこうして色までついてるのに。ん？赤黒い上薬がポタポタとまるで血痕のように。まるで血痕？ジャスティス、確かにこれは血痕？本当に血痕なのか。そうか、被害者は部屋の中央、血痕になった場所で刺されここまで運ばれた。へえ、きっとその時に血が垂れたんだ。つまり死体はこの窓から下へ落とされたと考えられる。模擬裁判の台本では死体はマットの上に落とされて、ボール箱に乗せられてステージまで運ばれたんですよね。この下は校舎裏だ。体育倉庫にはマットもボール箱もある。なるほど。
なるほど。実際の死体移動も台本通りに行われた線が濃厚か。でもなんかほら、旗を使ったっていう方法なら多分こっち側じゃないよね。随分と台本にこだわりますね、犯人。言っているじゃないか。だからこそ被告人が怪しいのだ。そうはいきませんよ。勝負は法廷でつけますから。つけてみせますから。まだよくわかんない。あ、そうだ、時計。俺が忍を追い詰めてくれた憎き時計で調べましょう。多分時間ずれてんじゃないのかな。ただその時はもう調べた。時刻はこの上もなく正解、正確だったよ。それ本当ですか？どうやって調べたんです？もちろん自分の腕時計と時刻を比較したのだ。でもバン刑事、その時計止まってませんか？え？ああ、そんな。俺はいよいよ信用ならないで。まだわからないな、これ。早速調べてみよう。やっぱりというか、なんというか、1時間も進んでる。やっぱりそうじゃねえかよ。じゃ、これなら納得できるね。つまり、あの写真の7時ってのはあれ、6時のことだったんですね。しかしこれは、この写真の撮影時も時計は進んでいたはずです。つまり、6時5分ぐらいだったってことね。それで忍びの証言と辻褄がぴったり合いますから。湯上源氏怒るでしょうね。同情しますよ、ええ。顔がにやけてるよ、木月さん。いや、でもいいね。いい調子じゃないこれ。まあ、待ちたまえ。今時計が進んでるのは認める。しかし、事件の日も進んでいたと君たちに証明できるのかね。いや、だってそれからその時計誰か触ったんですか？証明と言われてもな。待って。あの、バンケージ、この写真の窓の外、月が映ってますよね。絵に描いたように美しい三日月かな。6時ぐらいってもうそんな月とかさ、出始めるっけ？でもほら、バンケージの後ろ、ウィンチのある窓の外、反対側の校舎が見えてます。正面に月なんて見えるはずないんですよ。読めた。読めました。これでしょ、多分。なんかさ、この、板の背景のやつでしょ。背景のやつはさ、あるかな？いや、ないかな。確か三日月の絵があったはずなんですよね。星の夜景が。それを多分これ運んでたから、ちょうどこの窓に映ったんじゃないんですかね。で、しかもちょうどこの写真あるし。で、これ撮られたのが10月23日の6時1分ということで。証拠もあるんでね。もしかしてこれって。そうだね。ガリュウケンジは学園祭で歌う予定だったんですよね。そうだよ。ステージを見たのは昨日が初めてだけど。バックボードに書かれた夜空と大きな三日月、悪くない。これ。これだよね。ステージにデカデカと描かれた、あれと同じものじゃない？バンケージ、ここにありますよ。これ。これだな。わかりましたよ。存在しないはずの月の正体。この写真を見てください。ここに、謎の月の正体と、忍の証言の正当性、両方を示す鍵がある。なんだ、どこだ？どこを見ればいいんだね。運んでるものですよ。すべてはここを見れば明らかになります。どうすんだろうな。ここを見ればいいのか、この時間を見ればいいのか。ここかな？はい。ほい。準備中だけあって、ステージにはまだ背景の板がありませんよね。あの板が今まさにステージに運び込まれようとしているんです。ああ、この吊り下げられている板がそうみたいだね。大きさも合うし。しかし、弁護士くん、ここには肝心の絵が描かれていないぞ。これ裏側だからな、多分。それはこの板が裏側を向いているからだと思いますよ。裏側。そしてこれが撮影された午後6時頃。同じ絵を表から見た写真も撮影されていたんです。それが、あなたたちが昨日出してきたやつだよ。
いえ、とんでもない。窓があるじゃないですか。さっきの存在しないはずの月、よーく見てみてください。この月、まさか、板に描かれた絵だったというつもりか。大正解。つまりこれは背景板の、搬入と同時刻に撮られたんですよ。そして板が吊り下げられていたのは、ここにある通り、午後6時頃。つまりこの部屋の時計は、殺害当日からずれていたんです。都合がいいけどね。く自分は湯上くんに合わせる顔がない。よし。まあ、これで、まあ、疑われる要因、ね、一個遠のいたよね、これね。ってことは、まあ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 、それが分かればまあ、向こうの校舎が見えますね。校庭とステージもこの下です。そうだね、さっきバンケージが顔を出してくれたのも、ここかな。バンケージ、さっきはありがとうございました。いやいや、助けが欲しければいつでも呼んでくれたまえ。じゃあ明日の湯上健二の戦術を教えてください。うむ、よかろう。それはだな。お、それは、ん、は、はぁ、いや、その手には乗らんぞ。惜しい。惜しかったじゃん。あとちょっとだったわ。いける感じあったわ。あ、でも調べるものはないかな。あと話をしとくか。バンケージ、何か発見はありました？はっはっは、もっともな質問だ。だが、大した発見はない。大した発見なかったの？自信満々の割にそれか。しかし、美術室の外でのことなら、一つ大きな進展があったの。お？ああ、困ったな。その内容を知らないと私たち。猿芝居は無用だよ。この件なら教えても良いと言われているのだ。ああ、そうなんだ。おお、さすがバンケージ。懐が深いです。調子いいな。そうだね。ま、あの手この手で。あの手この手で行こうとしてるよね、木月さん。進展で何か分かったんですか？気になるだろう。高まる期待。高なる胸。もう時間ないんで早くしてください。いいからさっさと教えてください。釣れないな、弁護士君は。判明したのは、声紋鑑定の結果。あ、分かったの？声紋って、このテープレコーダーの？そう、声は紛れもなく被告人。え、森住忍のものだったぞ。これを見たまえ。テープの音声は隅から隅まで調べてある。え、殺してやるって言ったってこと？じゃあ、森住さん、本当に。マジか。ほら、指示やれ、だったかな。そんなわけないだろう。いやはや、弁護士くん、いい語り草をありがとう。笑われてますよ、木月さん。一番言われたくない人に、あなたにだけは言われたくない。森住さんが殺害時刻の夜に殺してやると叫んでいた。それが事実だとなると、一体何をどう解釈したらいいんだ。あの森住さんの口から殺してやるなんて言葉が出るとは思えないんだけどな。でも忍にそんなことを叫ぶ理由があるとも思えないし。何それ、そんなこと本当にあったってことですか？わからんなぁ。あとなんか、この辺突きつけてみるか。なるほど。それが弁護士君の正義というか、こう意味ね、みたいな。どうしようかなぁ。まあいいか、とりあえずちょっと他のところも行ってみましょう。ああ、そういえば、なんだっけ。あとガリウェーブの旗見つけましたよ。そういえば。なんだい？このすすだらけのゴミくずのようなものは。え、あなたのお目当てのものですよ。それがその、とても言いにくいんですけど、ガリュウケンジが探していた旗ですよ。焼却炉から見つかりました。残念でしたね。燃えてゴミくずのようになってました。なんだってこのボロボロの、誰かが燃やしたにしても、ただのいたずらとも考えにくいですよね。ああ、事件に関係していると考えるべきだろうね。これは僕とガリュウウェーブのファンに対する挑戦だ。改めて誓うよ。僕は必ずこの事件の真犯人を捕まえると。ありがとうございます。なんか手を貸してくれるんですか？何にせよやる気になってくれたのは、
くれるのはいいことよね。お、調べられる。ワイヤーにウィンチ。これで旗を取り込むのか。ここからはステージの様子もよく見えますね。ガリュウケンジ、まだ割られたオブジェの前で立ち尽くしてるな。ちょっといろいろ考えるところがあるのかもしれませんね。さっき燃え尽きた旗も見せたからさ、いろいろやってくれたなーっていうちょっと怒りをちょっとあらわにしてるのかもしれないな。本当に先輩じゃないんですよね。今なら黙っててあげますよ。この疑惑を晴らすためにも、真犯人必ず捕まえる。これで一通り調べ終わりましたね。明日の法廷について井上検事は何か言ってますか？ジャスティス、自分から情報を聞き出そうとしても無駄だ。たった今、時計が1時間進んでいたのが判明したせいで、事件当日の行動については振り出しに戻ってしまったからな。となると、残る争点は何になるんでしょう？おそらくは死体の移動方法。井上君には策があるようだった。なんか旗使った感じするんだよね。血ついてたしさ。策ですか？バン刑事。これ以上は喋らないぞ。何があろうとも。獅子王ちゃんから話聞きたいんだけどさ。いや、そうじゃなくて。ああ、やっぱそうだよね。獅子王ちゃんを見ませんでした。ああ、熱い獅子王か。彼女なら少し前にここに来たよ。そうだ、確か大教室なら映像が見られるとかなんとか言ってたな。何のことだ。映像？気になりますね。ありがとうございます。木月さん、大教室だってさ。はい、行ってみましょう。彼女で最後かな。じゃあ大教室に行きましょう。同日某四国、私立テミス法律学園3階大教室。あ、いました、獅子王ちゃん。獅子王ちゃん、やーい。あ、ここねちゃんたち。お、もう女の子で行くんですね。机のモニターに向かって何を見てたの？へへへ。これはね、模擬裁判を撮影した映像。放送部の友達から手段を選ばず力ずくで借りてきちゃった。あなたまで手段を選ばないでやるやり方を覚えてしまったが、こんなところにも一郎先生の教えが。現実の事件と模擬裁判の赤裸々な関係、一緒に調べちゃう。模擬裁判か、今更か。気持ちは嬉しいけど、その前に父親ちゃんから話を聞きたいな。へへへ、いいよ。私が何でも教えてあげる。まあ、でもあなたも、自分が犯人だって言ったけど、あれはあくまでも、あれか、レイさんと同じで、あ、間違えた。かばうために言っただけの、やつかな。自白の理由。今日の自白だけど、どうしてあんなことしたの？だって、しのぶちゃんは悪くないもん。だったら手段を選ばず、心理を止めるしかないでしょう。そういう理由か。手段を選ばずね。師匠ちゃんも一郎先生派なの。一郎先生も道場先生も立派な先生。私どっちも好きだよ。そうか、そういうタイプもいいのか。思いっきりはぐらかされた。でもあんなことをすれば罪に問われる危険だってあった。私、この件のせいで大役にでもなればと思ったの。あなたはそれをむしろ望んでる感じなのかな。どういうこと？なんかこの人は芸術家になりたいんでしょ、本当は。私は、本当は、芸術家になりたいの。なんか言ってたもんね。なんか法廷の時もさ。両親に無理やり、検事の道を歩まされただけで、ことが大きくなって大学になれば、検事の道を諦めるしかなくなる。いやーでもね、俺絶対もったいないと思うな。ここまで来れたんだから、検事になった方が絶対いいと思うけど、将来的に。そういうことね。ぐす、うん。変わり身、早いな。むしろここ卒業してから芸術家の道を目指してもいいだろうし、まずはまあね、ここを卒業してからにすればいいじゃないですか。彼女なりの悩みがあったわけか。これは納得のいく答えではあるね。まあ確かにそうかもしれないけど、まあまあある意味自分のためだったっていう感じなのか。森泉さんのためでもあり、自分のためでもあったと。事件当日の行動、あなたはなんか衣装を身にまとい、なんかしてたわけですよね。事件当日の夜何をしてたか教えてもらえるかな。あ、事件当日ってあれか、前日か。
私オブジェを作ってたの。ステージで下校時刻まで。割れちゃった2体のオブジェはししおちゃんの作品なんだよね。あのさ、一応さ、なんか写真あったよね。あ、これはまあなんか、いちごさんとなんか話し込んでいる写真ですけど、そうですよね。あの、なるほどさんと、あと、ガリューさんの、オブジェ。そう、2体とも私が1人で作ったの。念のために聞くんだけど、それを証明することでできるかな？証明って、私、疑われてるわ。いや、まあ、疑ってるというよりも、まあ、いや、そういうわけじゃないんだけどさ。レイ君も父親ちゃんも、7時前後には学校にいた。だけど2人とも具体的に何をしていたかは証明できない。まあ、言ってくれればいいのにな。自分から証明してくれればいいんだけど。で、どっちが道場先生よ。いや、どっちもやってないだろう。女だとバレて。女の子だってバレちゃったけど、学校で問題になったりしてない。それなら大丈夫。私以前から道場先生に相談してたの。あ、相談してたんだ。女の子だってこと、みんなに打ち明けたいって。そしたら、今日になって知ったんだけど先生、学校と交渉してくれてたんだって。へえ、多くの人から慕われるだけはあるな。でしょでしょ、これからは女の子として学校にいられるんだ。いや、だったらもう退学なんてね、退学するようなことしちゃダメだよ。ひらひらの服が好きなことだって、もう隠す必要はないの。だから、ねえ、ココちゃん。これと、これちょうだい。あ、写真？写真ですか？え、これは証拠品としても使ってるし、ダメだよ。こんなこと言わないでよ。ね？ね？いいでしょ。ちょっと代わりの仏をじゃああなたからいただけないかな。なんか。本当に取られちゃったんだけど、手段選んでないな、この人。物理攻撃で。私の正体明かしてくれてありがとうね、ここねちゃん。報告係に知られる前に話しちゃいたいって思ってたんだ。え？報告係？なんだ、報告係って。なんか少し気になる響きね。何ですか、報告係って。そんな係があるんですか？学園の生徒の中には、報告係が紛れ込んでいるって噂がある。生徒の行動、交友関係、興味の対象、何から何までを監視して、それを逐一、特定の先生に報告する。それはなんだそれ。なんかみんなから嫌われそうな、なんかあれだな。なんか仲良くなれなくない、みんなと。なんかさ、あの先生ってさ、マジで あれだよね、とか。ああいうところマジでキモいよねとか言ったらそれがチクられるわけでしょ。誰も信用できなくなってくるじゃん。そうしたら、友達なんかできなくなってくるよ。そんな細かいことまで。一体何のために？表向きは素行の悪い生徒を探し出すのが目的らしいけど。でも噂では、この情報網を通じ成績の売り買いまでされているって。成績を買う？はぁ、なんかちょっと引っかかるな、成績を買うっていうのは。なんか天才って言ってた人がいたじゃないですか。毎回100点って。毎回100点っておかしいもんね。あれひょっとして、あれなんですかね。貴重な話は聞けたけど、美術室のあれについての話がまだだ。美術室のあれ？美術室のあれですか。なんだろう。ああ、これか。これか。じゃあこれ。キャー、法の女神像。かわいい。かわいい。これが？うん、そうだよ。天秤のバランス、剣の鋭さ、そして全身に入ったこのひび。全身に入ったこのひびに関しては、ボロボロだったからなんですけど、それは私が直したからだと思うけど。いやー、私も分かっちゃうかも。可愛いものほど壊したくなる。あ？
可愛いものほど壊したくなる複雑な女心。あなた壊したがる人なのか、ひょっとして。あの像を壊したのもあなたなのか。ごめん、それはこっちがわからないや。ちょっとなんかいろいろ引っかかることがあるなぁ。